こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日すいません、ライブ配信間違えてテストやってたら、テストじゃなかったっていうね、みんなのところにいっぱい行っちゃったみたいですいません。はい、また今度ね、やりたいと思っています。で、Q&A がね、いっぱいあるから、ちょっともう、なんていうのかな、一応まとめたんだけど、まとめられないんですよ。すごい何枚にもなっちゃってるから、だから今ちょっと出すのと、あとはそのライブ配信でね、ちょっとやりたいなと思って、今、今週、来週あたりはちょっと忙しいから、またやるときにね、ご報告したいと思っています。ご案内したいと思ってますとかね。じゃあ、Q&A いきます。ハイヤーとの会話はどのように伝わってくるのかっていう、チャネリングですね。これ本当にね、はっきりやっぱり分かったんですけど、感覚でくるんですよね。感覚、鳥肌とかさ、あったかいとか、そういう感覚でくるんですよ。感覚を要は言葉にしていくっていうのがチャネリングで相手に伝えるってことですね。だから自分が感覚できたものをどうやって感じるかっていうのを言葉にしていくっていうことになりますので、感覚をね、言葉にするっていう感じで思うと、あ、私できないとか思ってる人が結構感覚がつかみやすいかなって思います。そんな感じね。次、ハイヤーと魂の違いは何ですか？ハイヤーセルフ、魂、同じなんじゃないの？同じことだと思いますね。高次元の魂みたいな感じかな。ハイヤーから枝分かれして、魂から枝分かれして今自分がいるから同じことだと思いますね。名前が違うんだと思います。あとはなんか、もしあれだったら高次元とか、魂だと近いところなのか、ちょっと次元のことを言ってるのかもしれないけど、はい、そんな感じ、同じことです。あとは亡くなった人は宇宙に帰るか、次の質問ね、亡くなった人は宇宙に帰るのかっていうお話なんですけど、これ本当にご自身がどう思ってるかっていうところに、帰るっていう感じなんですよね。だから亡くなった後に地獄に行くとかさ、天国に行くとか思ってたら、そういう世界が、要は用意されてんだよね、信じるものが。そうだから宇宙に帰ると思ったら宇宙に帰るんだと思うし、地獄に行くと思ったら地獄に行くんだろうし、天国に行くと思ったら天国に行くっていう感じだから、だから地球的な観念で、帰る場所が地球っていうかね、そういうところにあると思ったらそこに行くし、ただ宇宙の方に帰りたいんだったら、やっぱりこういうちょっとスピリチュアルなこととか、もともと私たちが宇宙から来てるっていうことを、やっぱ今世の中で、ある程度認識した状態で、どんどん波動を軽くした状態で宇宙に帰るんだと思うんですね。そう、宇宙に帰るってことはさ、やっぱりすっごい軽くなった状態じゃないと帰れないんだと思うんだよね。だから別に帰らなくちゃいけないわけじゃないんだけど、帰りたいって思ってる魂が今世はすごい多いから、だからこんなスピリチュアルとかがすごい勢いで広まってるんだと思うんですね。そうだから浄化とか、こう手放しとかいっぱいせっかくやってんだから、宇宙の方に意識を向けて、どんどんやっていくといいと思います。そうすると、本当に軽くなった状態で宇宙に帰るっていう人が多いんじゃないかなって感じです。だから信じる場所に行くっていうさ、これも本当に自由なんですけど、もともとはみんな宇宙から来てますから、どこに帰るかっていうのは、その自分自身の観念っていうのが一番大きいみたいですね。はい、じゃあ次、ツインレイと出会いサイレント期間が、あった、とても会いたいけどこれは執着になってますかっていうお話なんですけれども、そうですね、執着になってるかもしれないですね。ツインレイってさ、私やっぱツインレイっていうのはちょっとよくわからないので、ツインレイの詳しい人たちがいるから、そういう人たちに聞くといいと思うんですね。私の中ではもうツインレイとか、こうツインっていうもの自体はあんまりこう意識してないというか、自分の中の自己投稿が一番大事だと思ってですね、外側にないというか、内側、自分の統合がすごい大事だと思ってますから、そう、それが大事だと思ってね。だからサイレント期間とかってもちょっとよくわかんないですね。はい、すいませんなんかツインレイ の、なんかご質問何個かあったんだけど、
なんかツインレイの人ってちょっとさ、すっごいこう、うん、そこの世界にグッと入り込み込んでるような感じがするから、 ある程度までいったらちょっと一歩下がって客観的にそのことをね見てみるといいんじゃないかなと思いますね。ちょっとこう、うん、恋愛とかストーリーに入りがちな人が多いような、なんとなくね気がします。一番大事なのはとにかく自己統合、自分自身を、まあ、浄化して手放しして自分自身が一致することっていうことが大事だからと思ってます。まあそんな感じです。次、ネガティブとか自律神経失調症とかうつ、メンタル疾病はどうしたらいいか、どうしたら治るかっていうことなんですけど、まあ、精神的な病のか、私の意見っていうのは一つの意見として聞いていただければいいので、別に全然これが正しいっていうわけじゃなくて一つの意見ですね。スピリチュアル的なものっていう感じではあると思うんですけど、こういう精神的なものっていうのは要はその自分の意識と体とかそういうものの分離が起きてるんじゃないかと思うんですね。要はすごいプレッシャーがあったり、すごいこうなんていうのか、自分が追い詰めるような感じがあったりとか、まあ、誰かにこういじめられたとかさ、なんかそんな感じでもう本当に自分でなんていうのかな、もう本当に苦しいですから地球っていうのは、ね、そこがすごい感受性強い人なんて特にやっぱ苦しくなっちゃうんだと思う。だからもうちょっとこう逃げというかいい具合に逃げるんですよね。逃げないともうなんていうのかな、苦しすぎちゃうから、そこで、こう自分の蓋をするというかさ、感覚的な部分を蓋して、まあ、こうちょっと分離が起きたような状態になってるんだと思うんですね。そうだから、本当にこれも同じだと思うんですけど、小さな自分自身にこう小さなことから少しずつ気づいていくこと、自分ってどういう人間なのかなとか、どういうことが好きかなとか、小さなことでいいからちょっとずつ自分自身っていうものを許していったりとか、自分自身ってどういう、なんだろうな、知っていく、自分のことを知っていく、認めていく、そう、これも、まあ、この病気だから違うっていうわけではなくて同じだと思いますので、自分のことを知っていく、認めていく、あとはインナーチャイルドとかがちょっと多いんじゃないかなと思うので、自分自身のその満たされなかった気持ちとかね、そういうのをどんどん手放していったりすると、だん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 楽になるんじゃないかなと思います。そうだな、ネガティブなこととか、そういうのっていうのも別に悪いことじゃないですから、結構こう精神的な病の方とかって自分を責めるような傾向があるんじゃないかと思うんですね。まあ、あとちょっと人のことも責めたりするときあるのかもしれないけど、まあ、基本的には多分自分を責めるんじゃないかと思うので、自分の小さなことでいいから本当に認めてあげること、小さなことを、そうするとすごくね自信になったりするんじゃないかと思います。次、子育て中の波動の整え方、乱れたっていいですよね。乱れたっていいし、なんだ、乱れなくたっていいっていう感じがいいと思うんですね。で、やっぱり子供とかってエネルギー余ってるから、子供のペースっていうよりも本当にいかに自分のペースを保つかっていう感じで、本当にちょっと切り替えてやるっていうのかな、今まで子供が目の前にいて子供の方にずっとこう目で追ったりこうやってやってるとさ、もうすっごい寄ってくるんですよ。すんごい動くし、わけわかんない動きするから、これはだから外に目が向いてるってことだから、これやり続けてると結局波動整わないからね。だからもう自分のペースに持っていくっていう感じで、自分のことをやっていくと要はだん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 ペースがつかめるから波動整えやすいんじゃないかと思います。だから一日の中で小さなことでいいから自分の時間を作ることとか、なんか自分の好きなことをやる時間っていうのを少しでいいからね、一つでもいいからやっていくと、だん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 自分の、まあ、波動が整えられるような毎日になってくると思いますので、やってみてください。あとは、次の質問ね、波動を整えるやり方、時間があるときないとき、緊急バージョン面白いね緊急バージョンって、まあ、基本的にはだから波動を整えるっていうのは安心、リラックス、ホッとする、好きなことやるだから、時間があるときはだからこれやってればいいよね、ぼーっとやってればいいし、時間がないときは
もう無になるって感じだね。だからもうやってることに集中しちゃうといいと思います。無になってる時ハイヤーだから、そこに対してああでもないこうでもないっていろいろ考えてるんじゃなくて、時間がない時は無になってそこに集中するっていう感じがいい。あとは緊急バージョンってどんな時だろう。緊急バージョンは別にいいんじゃないの、なんか波動整えなくたって、うん、乱れたっていいんですよ。あの戻せばいいってことですから、うん、乱れる自分を否定しないでください。ネガティブな自分を全然否定しなくていいから、そう、その時はもう、まあ、爆発、怒りとか爆発するとするじゃん、わーみたいな思った時に怒り爆発して、その後にゆっくり戻していけばいいんですよ。爆発してあげてください。そんな感じ。緊急に関してはこんな感じ。その時もう緊急無理でしょ。わーって思ってる時にさ、波動整えなくちゃと思って逆にこう頑張ろうとすると、要はその逆走になりますから、その時は出したいって思ってんだから出してあげる。出した後にゆっくりと波動を整える方に意識を向けていくといいんじゃないかと思います。はい、じゃあ次の質問。死や病気の恐怖への向き合い方、死後の世界や魂は死なないのか、っていうことですね。生まれ変わるという考え方を詳しく説明してくださいってやつね。死なないですよね、本当に。あの魂が、要は私たちって魂の存在で、体験したいことを体験してるだけだから、あの小さくなった状態で、まあ、生まれて死ぬみたいな、なんか経験をしてるんですね。これはだから今世だけじゃなくて前世があったり未来世があったり、ずっとそういうことを繰り返してるんですよ。魂が経験したいことを経験してるだけですから死なないんですね、で、こういうやっぱりこう 死への恐怖っていうとか病気の恐怖っていうのはさ、要はあの本当にこういうことの世界のことをあの理解するというか知るしかないんじゃないかと思うんですね。だから要はその死んだら終わりとかさ、あの恐怖、怖い、死んだらどこに行くのか分かんないっていうところで怖いんだと思うから、あのある程度こう少し知識を入れるというか、ね、せっかくこういう動画見てくださってる方っていうのはもうスピリチュアルのことが、まあ、結構分かってきてる方だと思うから、あの、まあ、死んだらどこに行くのかとかさ、なんていうのかな、まあ、スピリチュアル的なこう死とかなんかそういうものに対してご自分なりに学んでみるといいと思うんですね、で、生まれ変わるというのは、死なないで生まれ変わるというのは考え方を詳しく教えてください。だからまあ経験したいところで経験してるってことですか。これが地球の中でずっと経験したいと思ったら地球の中でまた生まれ変わったりしますし、だからこれがまあプレアデスで生まれ変わりたいと思ったらプレアデスで生まれ変わったりするっていう、ただそれだけですからね。あとは先ほど言ったみたいに、死んだら地獄に行くと思ったら地獄に行くんだろうし、天国に行くと思ったら行くんだろうし、まあ、宗教をやってる方は宗教のなんかところに行ったりとかって、あの信じるものが結局形になりますから、何を信じるかっていうのは本当自由なんですけど、ちゃんと信じるものはあるってことなんですよね。そうだから、ある程度まあこういう枠を超えたところ、なんかところの考え方、スピリチュアル的なあの死後の世界みたいなことをご自分なりに理解していると、やっぱ全然怖くなくなると思うんですね。はい、生きてますから、魂永遠ですからね。まあそんな感じです。私はだから全然怖くないのは、要はもう本当にこう、なんて言うんだろう、死後の世界は分かんないよ、どうなるかは分かんないけど、やっぱいるっていうのは感じるんだよね。亡くなった友人であったり、お兄ちゃんであったり、おじいちゃんであったりとか、高次元の存在だったりっていう、なんかこう永遠の存在たちを感じますから、だから怖くないんだと思うんですね。まあそんな感じです。次、あきこさんが高次元の存在と初めてはっきりつながった確信を持った時の話。初めて確信を持った時はあんまり確信なんてないね。あの本当にうろ覚えというか、1ミリでも感じたらそれを肯定しているっていうことをやってたら確信みたいな感じになってきたのかなって、否定しないから、ただそれだけですね。いつなのかな、衝撃的なビビビみたいなものっていうのはないんですよね、全然。ワンネス体験っていうのはでもありますね。一回やります。
その時は、なんかちょっと手術で麻酔をしたんですけど、麻酔した時にワンネス体験っていうし、まあ、自分と周りが一体化した自分であったんですよね。周りが自分であって、うん、周りが自分であって自分が周りであるみたいな、そう、すごく、あ、これが、これはいくつぐらいだったっけな、23ぐらいの時にあったんですけど、ここがまあはっきり、なんていうのかな、確信した部分って感じだけど、その時全然スピじゃなかったからな、あれだけど、皆さんもね、そういう経験あると思うんですけど、これはさ、事前にそういうさ、お知らせというか、こういう風な自分になるために、事前にそういう経験させてきたんだよね、多分。まあ、そんな感じだと思います。次。自分自身にフォーカスしてるのに、他の人からちょっかい出されたり、腹が立ったら怒った方がいいかスルーするか。もうその時の、これは自分の気持ちをそのまま出してあげればいいから、もう怒りたかったら、うるせえな、みたいな感じで言っちゃっていいですし、無理しなくていいです。無理しなくていいんだけど、それを長引かせないってことだな。うん。だから怒って、なんかちょっかい出してきて、なんんみたいな感じで思うじゃん、んってうって思ったらうるせえって相手に言ってもいいし、まあ一個下がった状態でうるせえって下の方に向かって言ってもいいし、出してあげるといいね、うん、無理しなくていいです。無理して出さないようにしなくていいんだけど、それを一回言ったらもういいじゃんっていう感じだから、切り替えられないようだったらやっぱ書き換えとかしておくといいと思うから、そうだな、あの電球の付け替えとかすごい有効だと思うから、その時にやるといいと思いますね、うん、ただそれだけですね。そういう感じでこうご自分のものをどんどん出してあげるっていう感じ、あの認めてあげる、うん、無理にスルーしようとしなくていいと思います。大体私は、反応が出たものに関しては出しますね。出してすっきりして、はい、波動整えよみたいな感じでやってますから、認めてあげてください。どんな自分も頑張ってますから認めてあげましょう。次、子供が不登校になったらどう対応するかっていうことなんですけど、そうですね、まあやっぱりその子に合ったなんかいろいろ対応してみますけど、それでもできないようだったら、その子に合った環境とか、うん、そういう感じのところに、なんていうのかな、対応してあげるというか、その子に合ったものを考えてあげるっていう感じですね、うん、無理して無理やり行かせるっていうよりも、もうちょっとなんか違う方法ないかなとか、他の人に協力してもらいながら、あのなんかできる対処法はないかなって、いろんなやり方をしてみて、それでもダメだったら違うところに何か、まあ、違う学校に行かせたり、学校に行かないで何か学ぶ方法がないかとか、あの模索すると思うんですけど、本当にその子が無理させないようにっていうことをするかな、うん、もう無理やりさ威圧して学校に行かせるとかっていう時代は終わりましたから、なんだろう、本当に尊重してあげたいなと思いますね、そのあたりは。はい、あとは子供がいじめられているけどどうすればいいかっていうご質問だったんですけど、これも同じですね。だからいじめられてかわいそうだと思うんだけど、要はそれに対して、自分ができる限りの対応してあげるといいと思うんですよ。だから学校の先生に相談してみたり、お友達に相談してみたり、親御さんに相談してみたり、近所の人に相談、人をねやっぱ頼ったり、人にどんどん自分たちだけで考えるんじゃなくて、他の人たちを頼ったりしていくと、同じような人に出会ったり、何て言うのかな、いい方向の糸口が出てくると思うからね。こういうことって結構自分たちだけにこう多分固まりがちなんだと思うね、言いづらいことだったりするかもしれないんだけど、多分あの力になってくれる人がたくさんいると思いますから、少しそういうところの人たちを頼るといいと思います。でそれでもダメだったら、まただからいじめられてるわけだから、ちょっと違う学校に行ったり、違うなんかやり方っていうのを、模索してみるといいんじゃないかと思いますね、うん、だからなんでこの子はいじめられてるのかなとか、どうすればいいのかなっていう、なんていうのかな、あんまりなんていうのかな、深くそのものに対して考えるっていうよりも、やっぱり苦しんでる悩んでるあの子はね、楽になるように、だから、人のカルマですから、まあ子供だから苦しいと思うね、親も。だけど人のカルマだから、そんなにこう一緒に苦しんだってしょうがないんですよ。
あの一緒に苦しむってことはよりなんか意図になっちゃうから、よりそういうようなことがちょっと来る可能性がありますから、それよりも前向きにどうすればいい方向に行くかなっていうことを考えてやっていけば、それが意図になってくるから、あの道は必ず開けますね。簡単に開けると思いますから、一緒に悩まない方がいいと思います。結構さ、周りがさ、だから親とかはさ、これ子供の話だけど、親がなんかこう苦しそうにしてたりした時にさ、あーなんか私も苦しいとか、どうしたら親を元気にしてあげられるかって思いがちなんだけど、やりたくて苦しんでる可能性があるから。でも子供がなんかそうだって言ったらちょっとあれだけど、やっぱそういう風になるっていうのはちょっとやっぱそういう感じのところがあるわけだから、そこをまああのいい方向に進めるっていうのが、あの要はあれだからね、うん、あ今ちょっと無理、ちょっとだけ見て、無理、ちょっとだけ無理、好きなの選んじゃってラクシュミに選ばせて、すいません、なんか、ケーキ屋さんがもうすぐね、息子の誕生日だから、はい、まあそんな感じです。次、理想のリーダーシップがシャイな方がいいというのはなぜか。これは、やっぱりもうね、女性性の時代ですから、やっぱ調和とか融合なんですよ。これはさ、もう今までのだから男性性の社会から、男性性の時代からも変わってるから、時代がだからなんですよね。女性性っていうのは調和とか融合で、調和とか融合っていうのは要はこう優しさとかさ、そんな感じですから、もう威圧とか、なんていうのかな、カリスマ性とかっていう感じじゃないってことなんですよね。そうで、シャイな方がいいっていうのは要はね、こうなんていうんだろうな、要はすっごいこうさ、ダイヤモンドの原石みたいな人がすごいいっぱいいるんですよ。なんか自分のことを責めて私はできないとかさ、私無理とかって思ってる人がたくさんいるんだけど、そういう人たちを引き出すのは、要はそのカリスマ性のあるリーダーシップのある人なんじゃなくて、私でもできそうだなって思わせるような人なんですよね。そういう人じゃないと多分導いていくことができないから、なんかそういうダイヤモンドの原石を引っ張る人っていうのは、要はちょっと自信がないぐらい、あのなんていうの、この人でもできない、私でもできんのかなって思わせるような人だと思うんですね。そうだ、要はさ、こういう地球のアセンションっていうのは、一人一人がさ、そのダイヤモンドの原石が自分にあったダイヤモンドなんだって気づくことだから、そうだから本当にこういう、なんだろうな、自分と同じ目線でいてくれる人みたいな安心感とか、なんかそういうところをがやっぱ重要になってくると思うんですね。一人一人がさ、みんなが目覚め、なんだろう、 100% じゃなくてもいいんだけど、やっぱそれに気がつくために私たち今生まれてきてるわけだからね。そう、そんな感じです。でこう、あんまりこうカリスマ性があったりすると、要は分離が起きちゃうんだよね。あの人にはできるけどこの人にできないみたいな感じに絶対なるから、それだばっかりさやってても、要はこう分離が起きて自信なくしちゃうだけだからね。ダイヤモンドの原石の人たちが、あ、やっぱり私は無理と思ってまた塞ぎ込んじゃうからねそんな感じです。次、日々やったらいいエネルギーワーク、そうですね、私はね、やってることってエネルギーワークというか、宇宙エネルギーを取り込んでとかさ、そんなのあんま別にやんないですね。やるとしたら惑星につながることはやるかな。で一番大事なのはグラウンディング、グラウンディング、もう自分と地球を根ざすことですね。しっかり自分と地球、地球をしっかり根ざすことと、あとはエーテルコードカット浄化、あのいろんな動画でも出してますけど、ミカエル読んでエーテルコードカット浄化お願いしますとかね、あのやってますけど、それだけですね。要は自分が完全な状態っていうのは、あの完全な状態であればいいと思いますから、本当にこれだけしかやってないですね。私はね、他の人よりも全然やんないんじゃないかな。何がいかにさやらないかって思ってるんですよいろんな面倒くさいじゃん。だから必要なことは何なのかっていうのは、要は自分っていうのは完全な状態なわけだからね、もともと。じゃあ何が影響されてるかっていうのは、要は人のエネルギーに左右されるんですよ。いろんなものにつながりやすいっていう、ただそれだけだから。そうだから、つながりやすいから、つながったものを切る、切ったらもう完全な状態である。あとはその高次元の存在ですから、もともと私たちは浮きやすいから、地球と、地球に生きてるわけだから、地球としっかり根ざすっていうことだけやればいいと思います。
あとはやりたければやればいいけど、いつもやるの無理じゃん。だからこれをやってます。でもこれはすごいやるんですよ。エーテルコードカット浄化は1日3回ぐらい、グラウンディングは1日2回はやりますね。そんな感じです。もう浮いたな、 あと不安の思ったなとかさ、あ、ムカッとしたなとか思ったら切るとかさ、そんな感じです。あとはまあたまにブロック解除とかも今もやりますけど、うん、そんな感じです。はい、じゃあ次いきます。どうしても気持ちが落ち着かないときどうするか。落ち着かせなくていいですよ。そのまんま落ち着かせないで不安に思ってればいいんですよ。思ってて思いっきりそうやってやってあげると落ち着きます。なんかだから無理やり今出てるものを無理に抑えようとするからずっと長引くんですよ。要はこうガーンって落としてあげればふるって上がるんですよね。なんかあーちゃんとしなくちゃとかさ、あー不安になる、でも不安になってるといけない、波動を整えなければみたいな、こうさ、どっちつかず、どっちつかずっていうの、それやってると要はこんな感じだから、ガーンって落ちればヒューンって上がっていくって感じだから、思いっきり落ち着かなくさせてあげましょう。こんな感じです。はい、次、並木さん知ってますか。並木さん知ってますか。並木さん知ってますか、うん、並木義和さん知ってます。うん、並木義和さん知ってもいいですよね、あの人。なんだっけ、だからそのダイヤモンドの統合とか、あのなんだっけ、すごくやっぱいいこと言ってると思うし、分かりやすいよね、いいと思います。あのダイヤモンドの統合に関してのほら、なんだったっけ、分かんないっていう人がいたり不安に思ってた人のやつでさ、あの書き込んでる方いたけど、彼が不安に思うようなことを言ってるっていうよりもちょっと分かりづらかったのかもしれないよね。だからいろんなあの人たちがいるから、要はさ、あの捉え方がスピリチュアルに関して分かってる人もいれば全然分かんない人もいて、結構幅広い人たちをあの対象にしてる方だと思うんですね、並木さんっていうのは。分かりやすいからね、とにかく。だからその人たちで結構ばらつきが出たのかなっていう感じでしたね。だからいいことを言ってるんだけど、もう本当しょ、あ、うん、後でちょっともうちょっと待って、チョコレート食べてていいよ。父ちゃんに電話してる、うん、そう、だからそこに関しては、なんていうかな、並木さんがこう変なこと言ってるっていうのは全然そういうことじゃなくて、説明に関して、あの幅広い人を対象にしてるからさ、まあ、分かりやすさとかがね、あとはだからそこで分かんないなと思ったら違うものをやってみたりするといいと思うんですけど、やっぱすごい今リーダーシップとして頑張ってる方ですよね。応援してます。うん、なんかやっぱり私もこういうスピーチャーなことやってますから、うん、宇宙のこととかさ、やっぱりなんだろう、ライトワーカーとかスターシードみんな応援してますからね。なんか誰がいい、私なんかね、もともとね競争とか嫌いなんですよ。誰が1位、誰が10位とか、なんか1位っていうのがすっごい嫌で、いつも4位ぐらいなんですよね。なんかわかるかな、サッカーの試合とか見てて、もうさ、どっちかが負けてどっちかが勝つみたいな、この地球的なさ、負けた人の気持ち心配になっちゃうみたいな、わかるかな。だからみんなが良くなればいいと思うし、みんなで調和して協力していけばいいしね。だからそういうののために来てるから、あのなんだろうな、応援してます、な感じです。あとは、次、自分軸に罪悪感がある。あー、罪悪感、自分軸に罪悪感がある。自分軸に罪悪感があったら取るって感じですね。何が原因なのか、罪悪感がある人とか、何かモヤモヤする不安感とかさ、そういうのが出てきた時っていうのは、要は取って欲しくて出てきてるから、そのね原因を追求するところまでやった方がいいですね。結局出てきてる時にやるのが一番早いんですよ。これを蓋しちゃったり違う方向に向けようとすると、要はまたそれが同じようにぶり返すから、その時こそなんで罪悪感があるのかなっていうところを見つけてあげること。前世から来るのかもしれないし、小さい頃の幼少の頃なのかもしれないし、だからちょっとこういう罪悪感とかある方っていうのは掘り下げが必要だってことですね。うん、まあそんな感じですね。はい、次、愛理さんの1ヶ月の波動の整え方を教えてください。ああそうだね、愛理さんという方がいて、1ヶ月間波動を整えて、まあ、どうなったか、まあ、要はその1ヶ月間ぐらい波動を整えると自分のペースになって物事がスムーズに進むっていうアドバイスをしたことがあったんですね。でそのやり方はもうそのままですよ。
安心する、リラックス、ほっとする、好きなことをやるっていうのを1ヶ月やってくださいって言ったんです。そしたら分かるからって言って、でこれをさ、要はもうみんなさ1週間ぐらいやってさやめちゃうんだよね。1ヶ月ぐらいやるとやっぱり結果が出ますから、まあ結果も期待しないっていうのが大事だけど、とりあえずさ1ヶ月ぐらい、これ訓練なんですよね。エイブラハムが言ってたんですよ、1ヶ月訓練ぐらい、1ヶ月ぐらい、30日やれば分かりますよって言ったから、私も騙されたと思ってやったら、なんかいい感じに、まあ普通にいい感じに回るようになってきたから、そうだからとりあえずやってみましょう。30日ぐらい安心する、リラックス、ホッとする、好きなことをやる、あとは目の前の中にあんまり入り込まない、一歩下がった状態で見る、感情が出てきた時、あのムカムカしたりしたら一回思いっきり出す、あと書き換えるとかさ、その時やってもいいんだけど、その時ピンときたワークをやる、うん、やってもいいし、思いっきり出してもいい、出した後にまたふっと波動を戻して、安心する、リラックス、ホッとする、好きなことをやるをまたやるみたいな感じで、なるべくこういう感じでこうちょっと訓練っていうのをしてみるといいと思います。次、じゃあこの世は幻想で入り込まなくていいとしたら、パートナーシップはどんな意味を持つのか。パートナーシップって何だっけ、男女関係のことみたいな。パートナーって何なのか、うん、まあどんな人かっていうか、パートナーってさ、要はその本当に自分とのこう戦友みたいな感じだと思うんですね。自分が生きるための、うん、一緒にこう支え合う人というか、一緒に進む人っていう感じだと思うんですね。だからやっぱりこう相手のパートナーの方にこう依存したり、相手に求めてばっかりいると、要はその進む、今世では何のために進もうとしてきたかみたいな、なんかそのあたりがずれてくるんだと思うんだけど、自分が自分であるためにまあ生きてるわけだから、それに対するサポート役みたいな感じ、お互いのね、うん、自分にとって、だが私はクリシュナさんがパートナーですけれども、彼は私のまあこう今世、人生を歩む、戦友だと思います。同じ戦いっていうのかな、同じ道を歩む、やっぱり戦友、なんていうの、旅友みたいな感じだね。旅友、子供たちもそうだよ、旅友ですよ、あいつとか言ってた、旅友ですよ、あのおばさんも旅友、ある意味旅友かもしれないですね。はい、すいません、そんな感じで思ってるから、あんまりだから依存、やっぱり相手に依存しててもしょうがないしね、求めててもしょうがない、自分が自分であるために、自分を生きるために一緒に進んでくれる、旅友だと思っていただくといいんじゃないでしょうかね。私はそんな感じです。はい、次、風水とか引き寄せノートについてどう思いますか。風水とか引き寄せノートってすごいね。なんか風水とかよくわかんない、方角とか気にしないですね。気にしたらそうなるべみたいな感じです。うん、でもあるのかもしれないけど、うん、こういうのも結局枠だからね、あんまりこう気にしたことないですね、全然。でもそれがさ、結局さ、気にしないけど行きたいって思ったら、直感で思ったところとか、こうしたいって思うものが結構風水的には同じような感じでなったりってことになるんだと思うから、あんま気にしないです。好きな方はもちろんやるの全然いいと思うんですけど、枠だからね。あとは引き寄せノートについて、ノート、あ、これいろいろ書いてますけど、引き寄せノートっていうのただまとめてるだけ、引き寄せノート書かないです。あのハッピーちゃんとかやっててさ書いてたんだけど、なんかさ、私自分で字書いたりするの、それ見たりとか、うん、書くっていう行為がめんどくさくてさ、めんどくさいんですよ、書くとか、なんかそういう何かに落とし込むみたいなのがめんどくさくて、だから最近全然やらないですね。今はもう落ち着いたのは、自分でそのやっぱりこうしたいなって、引き寄せたいなって思ったら、その、自分をイメージして感情を感じて、うれぴーなみたいなやって、あとはヤギ見る。なんかそんな感じです。やばいよね、うん、はい、だから自分のやりやすいようにどんどん端折っちゃっていいと思いますね。地球的なものに、これやんなくちゃいけないのかなっていうよりも、意外とこうやんなくていいことも多いと思います。私は端折りまくってます。はい、次、
数字をどのように捉えてるか。あ、数字ってなんかね、カバラ占星術とかさ、1はこれ、2はこれ、3はこれ、まあそれだけじゃなくてこう数字に意味があるとか言ってますけど、あんまりよくわかんない。でもあるじゃないの、好きな方はやるといいんじゃないですかね。なんかシリウスの H っぽいよね、こういう感じの数字とかっていうのも。興味があったらそっちの方やってみると思うけど、私はちょっとあんまりよくわかんないですね。はい、次。地震や火山、自然災害も自分で作っているのか。まあ自分、自作自演って言ってるからね。これはね、集合意識が作るって感じですね。だからもう一人一人の本当に意識がさ、すごい大事なんですよ。一人一人の意識が、だからもし災害があるとしたら、そこの地域というか、そこのやっぱりところに不安な波動が多いってことだからね。集合意識だ。地球にいろんなことが起きてるっていうのは、要はさ、やっぱ浮き彫りになってきたんだよね、そういう不安な波動とかが多いよみたいのが。そう、だからこういう自然災害とか起きてるっていうことだと思うね。だから何ていうのかな、これ自作自演、自分がやってるっていうよりも、みんなの意識がそっちの不安の方に向いてるんだなって、あの気がつくといいと。それでやってくれてるから、地球が今見せてくれてるんだと思うんですよね。だから不安な波動をやり続けてれば、結局本当自作自演じゃないけど、不安な出来事が起きるってことだから、だったら本当に何だろう、自分の波動を整えるっていうことが、結局こういう地震とか自然災害を減らすというか、なくすってことにつながるんですよね。私もほらインドのサイクロンがあって、すごいやっぱ大きい災害があったわけじゃないですか。そこにさ、結局波動を整えてたから巻き込めなかったんだよね。これがさ、本当に私は自分がもう本当にすっかりとそこの部分だけ抜けたんだよね。全然か、なんていうの、大変な思いしなかったから、波動を整えてるとそれるんだって体験しちゃったんだよね。だから聞いてる方たちも、目の前の不安なことを見てたってしょうがないですから、自分の意識も入ってるってことだからね。今じゃあどうするかっていうところで、これ見てくださってる方が本当に自分の波動を整えること、不安な気持ちがあるんだったら、それをどん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 手放していくことってことをやれば、本当にこういうことも起きなくなるってことなんですよ。まあそう思ってます。はい、じゃあ次。妖精が見たいが心が綺麗じゃないと見れないのか。あ、関係ないと思いますね。いるんじゃないの、その辺に。なんか草の上にいいんじゃないのみたいな感じで、あの心が綺麗じゃないとっていうか、もともと私たち綺麗ですから、なんていうのかな、神聖なものとか、すごいこう、なんていうのかな、人じゃないと見れないとかじゃなくて、見ようとしてないだけだ。自分は見れないって思い込んでるだけなんですよね。こう草をずっと見てたら、あ、なんか豚みたいな妖精がいたとかさあるかもしれないねそう、それぐらい絶対見えるから、見えると思ったら見えるし、見えないと思ったら見えない、なんかそんな感じなんじゃないですかね。自信持ってください、誰でも見えるから、そういうの。ちょっとでも感じたら、あ、なんか緑っぽいのがいるなとかさ、あ、なんとなくティンカーベルっぽいなとかさ思ったら、あ、やったーみたいに思ってると、もっともっと見えるようになると思いますね。楽しんでやってみてください。あと猫の気持ちを知る訓練、こう、これはさ、なんかアニマルコミュニケーションっていう分野があるから、そういうのでやって、チャネリングですけど、はい、チャネリングすればいいんだと思いますね。だからちょっとこう、ちょっとコツがあるかなと思いますので、まあ、そういう専門のところでやってみるといいんじゃないかと思います。私も動画とか、動画講座の中で出してますけど、まあ、要はアニマルコミュニケーションの人たちに聞くと、チャネリングつてだわね、チャネリングだと思っていただくといいんじゃないですかね。はい、そんな感じ。次。願望実現のための、願ったら手放すのと、毎日アファメーションして感謝するので、どちらがいいのか。これはご自身のやり方だと思うけど、まあ、本当にさ、私たちって波動ですから、とりあえず波動を出せばいいんだよね。願望実現のため、願ったら手放すっていうのは一番いいし、毎日アファメーションするっていうのはさ、何、ありがとうございますとか、こうなります、こうなりますみたいに言うのかな。こうなりますってさ、結局気持ちが追いついてなかったら、何のためにアファメーションするのかなって思うんですね。気持ちですよ、気持ち出すのが、要は気持ちが叶うわけだから、
今日要はさ毎日アファメーションするっていうのはやりたくない思ってない時にやったってなんだろう、ある意味修行みたいなんじゃないのだから願望実現のために願ったら手放すっていうのが一番いいと思うの。あとはその後に波動を整えるってやるといいんじゃないかと思いますね。はい、こんな感じです。次、昔みたいに明るい自分に戻りたいけど、宇宙から元気がない時にエネルギーをもらう方法。まずさ、昔みたいに明るい自分に戻りたいっていうのもちろんいいんだけど、そうすると今の自分を認めないことになっちゃうから、今の自分だって頑張ってんだから、なんか今の自分のいいところを探していくといいと思うんですね。今の自分をそのまま受け入れることを認めてあげること、そうするとだんだん自信になると思います。あとは宇宙から元気が良いエネルギーをもらう方法は、そうだね、宇宙からさ、頭頂部から宇宙エネルギーが入って、まあ自分の体をこう何ていうのかな、光で満たす、オーラを満たすっていう感じにすると宇宙エネルギーが入ってくると思うから、それをねこう長い時間感じるようにすると結構エネルギーが充満するんじゃないかと思いますので、やってみるといいんじゃないですかね。今のね、本当に昔みたいになりたいとか前のようにって思うと今の自分との分離が起きるから、ここ結構ポイントかもしれない。今の自分そのまんま、本当にその頑張ってきた自分っていうのを認めてあげましょう。本当によく頑張ってきたわねみんな。次、アトピーの息子がいるが今は離れていて、ちょっとねアトピーが心配だって話ね。で今は離れてるんだけど、こういうアトピーが良くなったりするのは本人の気持ちが重いとあんま良くならないのかっていうお話なんですけど、そうだな、とにかくこう、病気の、ね、人がいたり、こうアトピーの、人が周りにいたりとかっていうのがあったとすると、どっかその何ていうか絶対治ってほしいって思ってると思うと、あと良くなってほしいって思ってると執着になっちゃうから、ある程度なんて手放すっていうか宇宙に投げちゃうといいと思うね。だから良くなるみたいな、アトピー綺麗になるとかさ、もうなんか投げといてあとはあんま考えないようにすると良くなっちゃうと思うんですね。だから本人がどういう風になるかってさ、そこまで先読みをしなくていいんですよ。本人の意思とかはそういうのよりも結局自分が、なんていうのかな、執着しないと、そういうことにフォーカスしないようになると周りも良くなっちゃいますから、心配したり良くなるように良くなるようにとかさ、そんなことばっかり考えてると、要はなんていうのかな、良くなるものも良くならなくなっちゃうから、絶対良くなるのが当たり前だから、それをもう宇宙に投げちゃう、良くなるとかかな、で、あとはもうご自身の楽しいことに集中してやってると周りも良くなっちゃうから、お子さんのこういうものも良くなるんじゃないかと思います。治るかどうかっていうのはちょっと分かんないけど、とにかく意識するものが現実になっちゃうからね、ちょっと離れるっていう感じがいいんだと思います。はい、次、今世自分が言ってしまったことで自分を許すにはどうすればいいかっていう話なんですけど、そうだな、その周波数、許せない自分の、周波数を持ってるっていうことだから、許していいって書き換えるといいんじゃないですかね。なかなかほら結局頑固だったりすると、ああこれをやってしまった、あれをやってしまったっていうさ、周波数をずっと頑固っていうか、そういう感じでこうなかなか癖になって抜けないから、自分の力じゃ無理だと思うんですね。だからそれをこういうワーク、スピーチャーのワークとか使って自分で書き換えちゃうといいと思います。そうすると、許すも許さないもなんとなく気にしなくなる自分がいるんですよね。そう、相手はね意外と自分がこんなことを言ってしまったとか、思ってても、相手は意外とね気にしてない、自分が気にしてるだけだったりしますから、そういう自分に対して許すといいと思います。あとはなんかそういうね、ちょうど書き込みにあったけどインナーチャイルドのワークとかさ、やってみるといいんじゃないかと思います。必ず変わりますから、変わらないって思ってる気持ちを書き換えるみたいな感じだね。変わりますから、はい、大したことないですからね。自分がさ、すごい大きなことをやってしまったとか思って、ずっとそこの周波数帯をにこう滞っているのは自分ですから、そう、ちょっとね気楽に書き換えるといいんじゃないかと思います。はい、次、
職場の人間関係がうまくいかない、仕事は好きなのに合わせられないっていう方がいたんですけど、まあ、今ね人間関係とかだから要はこういうスピリチュアルなこととかに気がついてくると合わない人出てくるんだけど、もうなんかさ人間関係うまくいかせようとしないでちょっと距離を取ってやったりするといいのかもしれないね。うまくいかせようと思って合わない人と一生懸命何か関わろうとすると歪みが起きたりするのかなと思うから、うまくいかなくてもいいや、自分は別にこうなんていうのかな、あの一人でもいいやみたいな感じになってると意外となんかこううまく回ったりするのかもしれないですね。あとはやっぱりこう波動が合わない人とか増えてきてるから、同じ職場の中でもさ、やっぱり特にこう職場ってさスピリチュアルな人なんてあんまりいなかったりするからね、そうすると結構きついかもしれないから、なんていうのかな、自分の波動をやっぱ整えるっていうことをやっていると、あんまり気にしなくなる、相手にだから求めない方がいいかもしれないね、合わないですから大体。私もインドの人たちとあんま関わらないもんね、あのおばさんとかいい人だよ、いい人だし、こういう腕輪とかさすごいつけてくんだけど、なんかなんでつけるかもよくあんないみたいな、そんな感じだけど、あんまりいっぱい自分から関わろうとは思いませんからね、こんな感じです。関わろうとするとやっぱりさ結構大変だと思うね、こんな感じ。はい、次いきます。過去の嫌なことが何度もフラッシュバックする、これはね書き換えをやるといいと思います。前世の書き換えっていう動画出してますから、前世の書き換えであったり、電球の付け替えのブロック解除やるっていうのをやるといいんじゃないですかね。簡単に変わります。その周波数持ってるってただそれだけのことですから、難しく考えないで気軽にワークしてみてください。はい、次です。何回か出てきたら何回かやるっていう感じですね。はい、次、ハイヤーにつながった時心地悪いのは何か。よくね、なんかね気持ち悪くなるとか、こうぼーっとするとかさ、眠くなるとか聞くんだよね。まあ気持ち悪くなる、心地悪いっていうのもそこあるのかもしれないけど、やっぱりちょっとね変性意識というかちょっと酔っ払ったような感じになったりもするから、だからすっごい気持ちいいんだけど、なんていうのかな、ぼーっとしたりすることがあるし、少しやっぱ変性意識にあのなりがちですから、なんだろうな、無理にまあその時は繋がらなくてもいいのかもしれないけど、ちょっと慣れるとあの結構そういうのもあの癖になるというかねなんか気持ちくなるんじゃないかと思うから、徐々に繋がってる感覚をに慣れていけば心地よくなるのかもしれないね。無理しない方がいいと思います。はい、次、憑依体質はどうすればいいのか。憑依体質はどうすればいいのか、要は繋がりやすいっていうことだけですから、切る。あとは憑依体質だって言われたって気にしなくていいですよ。だって私だってそうかもしれないし、そこら辺にいる人みんな憑依体質だと思うよ。要は憑依体質ってあの自分で思うと意図になっちゃうから気にしない方がいいんですよ。これ要はさ、エネルギー体と、私たちもともとエネルギー体だから、やっぱ人とつながりやすいっていう、ただそれだけなんですね。いろんなものにつながりやすいっていう感じだから、そこを気にするっていうよりも、つながりやすいわけだからしっかり切る。あとはそのプロテクトっていうのかな、光の玉で自分を包んだりとか、あとは高次元ミカエルとかに私守ってくださいとか、そうやってお願いしとくと、あの要はその守ってくれて自分をこうなんていうのかな、いろんなエネルギーから守ってくれるんですよね。だから高次元の力を借りて、守ってもらったりしっかり切るっていうことをやればいいと思います。意図になりますからね、これあんまり気にしない方がいいと思います。はい、次、食べたくもなくて寝たくもないのに、そうすると体がきつくなるですね。これに対してどう思うかってことなんですけど、食べたくもない、寝たくもないのに、そうすると体がきつくなる。食べたくないっていう時は食べなくていいと思うんだけど、寝たくないのに、そ
うだな、何なんだろうこれ。うーん、体の声と心の感覚でも自分の気持ちを優先してさ、思い切って食べないで、ね、寝ないでやってみて、体きつくてもそれをやるか、思い切ってもやっぱりその食べたり寝たりっていうことをちゃんとやって体を整えるかっていう両方をさやってみるといいんじゃないかなと思う。そうするとやっぱりこの自分のペースみたいのがつかめるんじゃないかと思いますね。うん、まあそんな感じです。次、宇宙系の未来の怖い話。日本は戦争に巻き込まれるとか、なんていうの、なんかいろいろ怖い未来みたいなさ、宇宙的な怖い未来みたいな、地球がなくなるとかさ、そういうものに対してどう思うかってやつかな。話せる人と、うん、これさ要はパラレルワールドですから、いっぱいだからあるんだよね、自分地球の未来だって。これがさどういう未来になるかっていうのは、自分で選べるってことなんですよね。今だから二極化とか言ってるのはなんかそういうだから不安な方、要は戦争が起きるとかさ、そっちの方意識してる人はそういうパラレルワールドを体験することになるし、楽しいハッピーみたいな、ヤギ見てぼーっとしてるみたいな感じで思ってる人は要はハッピーな未来になるみたいな感じで選べるっていうことなんですよね。そうだから なんで宇宙的なものでさ怖い感じのやつっていうのはさ、もうちょっとなんていうのかな、古いというか、そういうのってやっぱりこう、まあ要はさ宇宙的なものって今までちょっと怖い感じだったじゃん。 ET は可愛いけど、なんか怖い宇宙人がいるとかさ、そういう感じになると、まあ、要は結構人が地球的な人たちとかっていうのは要は興味持ちやすいんだよね。だからそれはそれでいいんだけど、それはそれでいいんだけど、なんていうのか、そんな気にしなくていいっていうか、ちょっと古い形なんじゃないかなと思うんですね。そう、明るい未来とかって今だからね、どういう周波数でいるか、自分がどういう周波数でいるかっていうところでパラレルワールドを自分で選んでいくし、でこの集合意識にかかってるわけだから、あんまりこういう怖い方に戦争に巻き込まれるとかさ、ね、好きだよねこういうのね、どうなるか、要はさなんか、どういう未来にするかっていうのは私たち一人一人に、かかってるわけだから、あんまりこういう情報も入れない方がいいんじゃない。好きだったら入れればいいけど、不安になるだけだからね。不安な周波数出すと要はそれを体験するってそれだけですから、だったらなんか私はね平和が好きなんですよ。平和ボーハッピーみたいな、本当楽観的だから、何昔からあんまり現実として怖い経験とかもないし、だ要はこれを自分で選んでんだよね。そう、自分の自由ですっていう感じですね。こんな感じです。次、ライトワーカーの仕事をするのは自己流なのか習うのがいいかっていう話なんですけど、私は習ってきたんですよね。で習ってきて何がいいかっていうと、要は、その習った人のやり方を真似していけばいいっていうことの、その道筋がねつけやすいんですね。だからもちろん自己流でもいいんだけど、どうやって集客するかとか、どうやってその人に教えてもらったかっていう、それが要は今度自分でやるときに道になるんですよね。だからやっぱ私は結構習うっていうことはいっぱいはやってないけど、それをなんか道としてベースを作ってきたから、自己流で最初から行くよりも何かベースとしてなんか習ってみるっていうのもいいと思う。だからいっぱいやればいいんじゃなくて、それをすぐにアウトプットして自分の仕事に活かしちゃうんですよね。そういう感じにするとスムーズに流れができる。だから最初から自己流で行きすぎると、どうやって集客するかとか、どうやってどういうのが人気あるかとかさ、ちょっと分かりづらいから、自分が習った人の真似するっていうのは結構最短距離なんじゃないかと思います。はい、じゃあ次、コールセンターで指導者の人に評価を下げられたってやつですね。そういうの気になるんだけど、どうすればいいかって、ちょっとすいませんね、長く書いてあったんだけど端折っちゃったんだけど、そうですね、どうしたいかかな、ご自身が。その人を変えようとしても変わんないから、要は何ていうの、あんまり自分がその人たちのことを気にしない自分になると、要は結構いい感じになるのかもしれないし、
その人たちがちょっとやりづらかったら何かあのなんか違うとこにあのやってみなんか転職してみるとかさ、そんな感じにするといいと思うんだけど、要は結構こうなんていうのかな、気にする人がいる と、またもっとその人たちがエスカレートしたりするから、あちょっと待ってて、あともうちょっと、うん、気にしない自分になるっていうのが結構大事かと思います。これは何に対しても言えるんじゃないかと思いますね。気にするとエスカレートしますよ、うん、エスカレートしやすい、要は意図してるってことだから、そう、まあそんな感じです。次、占いの結果を気にしますか。気にしちゃうんですけどどうすればいいかってことなんですけど、これさ、占いっていうのは、私は占いをやるっていうよりも占いをする方だったんですよね。自分がするのが好きだったんですね。で、要は占いの結果気にするってことは、自分で占いをするようになるといいかもしれないね。あとはそのやっぱ占いとかあの依存しがちってことは、外に答えを求めがちってことだから、もうそろそろ自分で答えを出していく時なんじゃないかと思いますので、うん、とことんまであの結果を気にしたり、外に意識を向けてあのそういうものに依存とかさ、気にしたりっていうことを、まあ、やればいいと思うんだけど、うん、もうそろそろいいかなと思ったら、今度はもう自分の内側 やらなくなったり、自分の内側に意識を向けたり、あとは自分で占いするとかさ、そういう感じにすると外にあの意識、なんていうのかな、答えを求めなくなるんじゃないかと思います。あとは、次、エネルギーの違いはどうやったら分かりますかっていう話なんですけど、エネルギーの違いどうやったら分かるか、あ、いろんなところにつながったり、なんていうのかな、今さ、こうやって今ちょっと夜になってきちゃったけど、今風が当たってひんやりしてるな、あ、なんかすごくしっとりした風が来てるとか、このなんていうのかな、感覚をこういうところを敏感に感じてみるんですよね、うん、こうやって自分がじゃあ今度はおでこでちょっと感じてみたときに、うーん、あ、しっとりしてるなとか、ツーンとするなとか、なんかいろんなとこで感じる感覚っていうのを少しつけていくと、今度じゃあ何かにつながった時に、あ、このエネルギーは優しい感じだなとか、このエネルギーは強い感じだなとか、うん、なんか感じやすくなるんですよ。だからヒーリングしてもらった時に、あ、なんかすごいズーンってきたとか、あ、なんかすごい軽くなったとか、なんかそういうのを感じやすくなってきますから、まずは今あのここの今いるところでちょっとこう肌とか頭とか自分で意識向けて、その感覚っていうのを感じたり言葉にするっていうのをやってみるといいんじゃないかと思います。鳥肌がさ、感じない人いないわけじゃん。外の外気温を感じない人いないわけだから、そのあたりをやると結構あの感覚がつかみやすいというか、感覚が感じやすいんじゃないかと思います。大きなこと期待しない方がいいですね。そうすると楽に感じられるようになると思います。次、パラレルワールドで自分や他人の世界の自分だ、相手の世界の自分自身の経験とか、カルマっていうのはだから相手の世界の中にいる自分とかだよね。あとは過去世の中のパラレルワールドの中の自分とかね、ここにいるんだけど、だからこっちパラレルワールドの中にいる自分であったり、相手が見てる世界の自分自身のカルマっていうのは自分のカルマになりますかっていうことなんですけど、まあならないというか、気にするところじゃないっていうのかな、カルマにならないですね、うん、今の自分がどう感じてるかっていうのもカルマもいくらでも書き換えられるし、なんていうのかな、今のとにかく自分が気にするとこは今の自分自身ですだけでいいと思いますね、うん、相手がどう感じるのか、その中の自分自身パラレルワールド、今自分が選択しているものだけに集中してればいいから、それ以外の世界のカルマはどうなってるかとか、うん、気にする必要は一切ないと思いますね。考えてみると面白いと思うけど、今の自分のカルマだけ考えてればいい、カルマっていうのかな、うん、今の自分だけに集中してればいいと思います。はい、じゃあ次、エーテルコードカットをするとふらつく。エーテルコードカットをするとふらつく、あ、それだけさ、すんごいつながってたってことなのかな、うん、
だから切れてよかったんじゃないか。あとはグラウンディングするといいと思いますね。やり方は宇宙と自分、宇宙から自分の、その頭頂部を通って自分の体を突き抜けて地球の中心にぐさって刺す。そこから自分の体をまた、地球の中心から自分の体を突き抜けて宇宙に戻るイメージっていうのをやるとふらつかないんじゃないかな、ふらつくってことはそれだけつながってたって思っていただくといいと思うから、やっぱ結構有効なんだと思いますね。はい、じゃあちょっと長くなりましたので最後いきます。ヨガについてインドではみんなやってるのか、周りの人やってるの見たことないですなんか修行僧とかはやってるんだと思うんだけど、やってる人はもちろんいると思うんですね。そういうの教えてる人とかもいますけど、私のとりあえずご近所さんはやってる人見たことないね。学校ではなんか教わったりするみたいだけど、うん、そのあたりはなんていうのかな、やっぱりこれ日本がみんな柔道やってんのかとかさ、着物着てるのかみたいな感じなんじゃないの。インド人がみんなやってるわけじゃないってことですね。はい、私も別にヨガやらないです。で、あと魂年齢って何なのか、まあ魂年齢っていうのは要は経験ですね。生まれ変わりの経験みたいな感じだから、生まれ変わりの回数が多いか少ないかっていうところで、回数が多ければ魂年齢は上がりますし、回数が少ないと魂年齢は幼いみたいな、そんな感じ、経験のことを言うと思います。はい、そんな感じですね。まあ今バーッときましたけれども、何かね、参考にしていただくといいと思います。ではまた。